こんにちは、粟田洋介です。先日スプレーでキャンバスに色を塗りました。こういう普通のアクリル系のペイントです。で、今乾燥してるんですけど、こんな感じになりました。この上からアクリル絵の具で絵を描こうと思ってるんですけど、このスプレーの感じが活かせるような描き方をしたいと思います。下のスプレーペイントの感じを活かしたいと思ったので、アクリル絵の具に水をたくさん入れたんですけど、かなり薄い色になるとスプレーペイントした後水を弾くので、少しだけこのジェルメディウムを足しました。で、ジェルメディウムにも水を足して、ジェルメディウム1の水1、それよりもちょっと薄めたぐらいですかね。多分もうちょっと薄めても全然平気だったと思うんですけど、まあ透明感が出ればそれでいいんです。水で薄めた絵の具が弾いちゃうような感じじゃなければ、水だけで薄めてグラデーションをつけながら描くっていうこともできます。たまに私はその方法で描いています。とりあえずこんな感じになりました。結構ここ盛り上がってる部分があるので、乾くのにある程度時間がかかると思います。なので続きはちょっと置いてから描こうと思います。ちょっと乾いたら描こうとか思ってて、13日も経ってしまいました。13なんてとても幸運な数字ですね。で、この絵、このバックグラウンドすごい綺麗なんだけど、この波みたいなイメージ、なんか今描きたいイメージとちょっと違うので、ここから色々付け足していこうと思います。このスプレーペイントの部分は水で薄めた絵の具はちょっと弾いちゃうんですけど、このジェルメディウムで塗った部分ですね、その部分はかなり水で薄めた絵の具もちゃんと定着しています。かなり薄めた証拠にこんなに水が垂れてきています。こういう風に水をこうやって水を垂らすのもなんかいい感じなので、ちょっと水を垂らしたいと思います。あー、負けたないな垂れてきた水もこの部分は弾いちゃっています。なんかミステリアスな感じになってきたので、そっち路線な感じに描き進めていこうと思います。
なんかすごい光が反射して見づらいので、ディーゼルで描きます。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは猫の精霊です。なんか最初この人をオペラに出てくる女王様みたいにしようと思ったんですけど、なんか冠みたいなのがなんか違う感じのものに見えてきて、なんか霊とかそういうのが似合いそうだなと思って、こんな感じに描いてみました。なんかジェルメディウムをところどころ使って、だからこんなに光ってるのかもしれないんですけど、最初に厚塗りしたのは乾きづらかったんですけど、結構薄塗りで描いてるのですごい早く乾燥しました。なんか猫の絵を描いたのに、うちの猫はそこら中走り回ってるんですけど、今日は動画には出てきてくれませんでしたね。なんかイーゼルで描いてる時にちょろっと来てくれましたけど、まあ自由に元気だっていうことで、まあしょうがないですね。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録をいただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。